お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。サムネでね、なんで大手に内定したのってあるんですけど、前提大手が正義だよっていう風に主張したいわけではなくて、まあ、就活相談受ける中でやっぱ大手行きたい人っていっぱいいるじゃん、うん、だからまあそういう人たちに役に立つようなことをまあちょっと話せたらなと思っているというような動画になります。あと初めに1個言っておきたいのが、2号卒向けの就活イベントをやります。応募フォーム概要欄にあるんですけど、はい、この2人だったり昔出てたゆかちゃんとかね、うん、2三メンバー2四メンバーたくさん来るので、ぜひ2号卒の皆さん就活相談などしたい方いたらぜひ来てください。気になった方は概要欄からチェックしてみてください。ということで、まずキーから聞くんですけど、うん、キーの就活どんな感じだったんですか？入社した会社としては食品メーカーに今勤めてます。最初に何社内で3? 全部メーカー？うん、全部メーカー。自分が行きたいってなった会社はすごい企業研究したくなるんだよね、うん、なんか会社の情報もめっちゃ入ってくるし、うん、必然的に会社が好きになって、うん、で調べるから、それが多分伝わってうまく面接とかでも熱意とかがね、うん、カルチャーフィットとかもあって、それでまあ取っていただけたんじゃないかなと思ってます。キーは話してる内容ももちろんすごいけど、人柄の良さと頭の良さ、それもあると思います。ありがとう。面接で一番伝わる人柄してるよね。日系メーカーにいそうじゃない？まあ確かに海外展開してる日系いそうだ。確かに絶対いるのよ。だからやっぱこういうことなんだよね、カルチャーフィットって。いや分かる、いそう。日系メーカー海外展開してる企業行きたい人いたら参考にしてみてください。はい、じゃあ星くん、どこ行ったの？僕は帰国。結局大手の IT 企業に行きました。うん、なんで行けたかっていうと、僕はもう IT 業界に大学からずっと身を置いてて、まあ、やってきたことがそれだからそのまま分かるし、うん、やってたからこそあっち側からしてもやってるんだな、入れてもいいし、まあ、その大変さとかも分かってるよねみたいなところがあって、まあ、内定できたかなっていうところあると思う。だからもう言ってる内容が例えばさ SIR とかだとしたら舞台業務結構辛かったりさ、うんうん、まあ、炎上とかしちゃったりするじゃないですか、うん、でそういうのを分からずに喋ったりしてると、うん、この学生全然分かってないのに、ね、メッセージ思っちゃうけど、いや炎上とか大変だかもしれないですけど、うん、部活こういうの頑張ってきたんでできますとかそういうこと言ったらギャップないやな、力してる、うんうん、っていうのは結構大事だったなとは思います。マジでどうだったの？私大手っていうかメガベンチャーなんだよね。メガベンチャーの IT 企業、うん、うん、めっちゃメガベンチャーっぽい。あ、私が立ってだったと思う理由、まあ、言ったとは思うけどね。理由は2個あります。リクルーターさんがめっちゃ私を押してくれたりとか、うん、面接のフィードバックめっちゃ細かくくれたのが良かったな。リクルーターさんとすごいいい関係が築けてたってことで、うん、だから2つ目は自分のやりたいことと会社のやってる事業がめっちゃ合ってた。自分のこれまでやってきたこととかも事業内容とめっちゃ合ってたから、うんうんうん、志望動機でちゃんといろいろ話したのはすごい良かったっていう風に評価してもらえた。前の一つから考えられないぐらいなんかさ、やりたいことがないっていう感じ、うん、確かに、うん、会社入ってる、うん、それマッチしてるっていうのめちゃくちゃいいね。めっちゃマッチしてた。ちなみにさ、なんかやりたいことってどうやって言語化してったの？就活やろうと思っていろんな企業のミッションとかビジョン見ていく中で、あ、これ共感できるの共感できないなっていうのもあるじゃん、うん、はい、私の共感できるやつ見ていく中で、あ、自分これがやりたいんだっていうふうに当てはまるものがあって、言語化できた、うん、あ、そういうことね、うん、いや私もキーと同じで、うん、もうそこの会社にめっちゃ行きたかったのね、うんうん、多分その熱意が伝わったし、うん、行きたいんだろうなっていうのは面接の話の中でも伝わったと思うから、それも良かったかなって思います。私が去年言ってたのは面接で自慢する感じじゃなくて、あ、それもあるね、あ、新卒らしさを出す、うん、だから大事だと思う。今なんか会社に入ってめっちゃ思う、素直でいる、うん、素直でいるの大事、うん、特に大手はそうじゃない、うん、なんかベンチャーとか割とさガツガツでさ、そうだ、ね、即戦力も持ってるだろうからね。そう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 いうイメージだけど、大手は場を乱さないとかさ、うん、規律を守るとかさ、そういう人柄であることは大事、そうだね、うん、めっちゃ大事、そうだね。で、大手就活ならでは意識してしたこととかある？当たり前だけどさ、うん、ウェブテスト頑張ってとかじゃない？多分ボーダーが高いから行って、うん、確かに面接の前段階だと思うけど、うん、ほぼ、うん、ES とウェブテストじゃん、うん、もうちょっと詳しいところで、学知から何話してたっていうのを聞きたかった。なんか懐かしいねめっちゃ懐かしいわ私結構進むの気になるんだけど、結局何話してたの？学知から何言ったの？え、ここのことだよ。ここではディレクター経験について私は話してた。周り巻き込
ムとかさ、そうそうそう、数字の目標あるとか結構向こうの人もイメージしやすいだろうしね、うん、ビジネスの構図をさ理解してくれてるんだろうなっていうのはあるかもね。就活いつから本気出すべき、あ今見てる人に向けて、みんな違うじゃん。サマーインターンからめっちゃちゃんとやってた人、うん、本選考開始時期からちゃんとやった人、うん、本選考過ぎてから始めた人って、それぞれ違うから内定時期も違うしね。そう確かに、なんかそれが答えじゃない、いつ内定欲しいかじゃない。確かに、どの企業に行きたいかも、まあそうだね、うん、マスコミとか行きたかったら3年生のうちにあるもんね、もう選考が、うん、IT とかは本選考からでいいけど、 IT は本選考からでいいと思う。何月から本気出すべきだと思う、行きたい企業によるけど、うん、僕は3月からでいいと思ってます。おー、キーはこうしろって言ってるわけじゃないけど、うんうんうん、自分がそれで納得できたから、うんうん、まあ、3年生の夏、うん、っていうとこは何のメリットがある、始め早くから始めたら、いろんな企業を見た上で判断できるから、自分の最終的な決断に納得できるというか、本当に行きたいって思う会社に行って、うん、内定後も満足して働ける、そういうことですかね。はい、そうだ、焦りたくないじゃん、そういう焦りたくない人はもう早くから本気出した方がいいと思う、ちゃんと、うん、大手で良かったなって思ったことと、逆にちょっとダメだったなって思ったことある。やっぱ良かったのは、うん、大企業って仕事めっちゃ丁寧、ちゃんと確認するとか資料ちゃんと作るとか、そういうところすごい丁寧、他のメリットで言ったら、まあ、シンプルに安定して給料高いとか、福利厚生ちゃんとしてるとか、うんうん、休めるとか、めっちゃ休めるようになった、めっちゃ休めるようになったっていうのはインターンした時より大企業で働いた時の方が休めるってことだよね。そう、逆にデメリットは、仕事がめちゃくちゃ細かいからやっててつまらないなと思う時は昔に比べたら多い、ね、うん、まあ、逆に仕事できないとかも、うん、ちょっとその溜まってて、あ、休日は絶対しちゃいけないから、そうなんよ、そうなんよ、うん、予定入ってて土日やりたいなとかなった時に土日にできないっていうジレンマちょっとわかるとかもあるよね。まずそんな感じで25卒の皆さん、これからの就活頑張ってください。あとオープニングでもね話したんですけど、25卒の就活相談会を開催しますので、うん、ぜひ就活悩んでる人とか、まあ、就活仲間も作りたいなっていう人とかどんどん参加してくれたらなと思います。概要欄の応募フォームから応募できるので、ぜひ皆さん来てください。じゃあねー。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 検索サービスを無料で実施しています。 ES は検索してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。